皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、ジタンです。この動画が上がるのは1月3日ということで、お年玉の季節ですね。アーニャは一体誰からいくらくらいお年玉もらえるんですかね。もじゃもじゃとユーリくらいでしょうか。ユーリからはチワワ娘なんてこれくらいで十分だとか言われて、少ししかもらえなさそうですね。僕だったらアーニャみたいな可愛い子が親戚にいたら、お年玉いっぱい貢いじゃいそうです。まあ、アーニャはいくらもらったところで、もらった金額分ピーナッツ買うんでしょうね。それでは、スパイファミリーオペレーションダイアリーパート13やっていきます。本編どうぞ。よし、温度で GO のペンギンコースが出たからやってみるか。初めてのペンギンコースやってみます。スピピー、温度と星いっぱい集めるね。いけよ。し、やっていこう。はいはいはい。またあれだね、スコアは同じだね。で、なんか新しい、なんだろう、妨害の、うわ、なんかでかいな、雷雲。雷雲でかっ。シャボン玉も大きいの出てくるはずなんだよね。ほい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 。なんかクレヨンも大きいな。タイミング、うわ、でかでかっ。あれれれれれれ、一回のジャンプじゃ足りなかった。ほっほっ、いいねー。ほっほっ、パーン。エクモフィーバー、お、エレガントって書いてるよね、多分。エレガント、クレヨンでかっ。ペンギンさーん、あー、もうもっもったいない、ペンギンさん。ペンギンさんの無駄遣い。いいね、シャボン玉はしっかり避けれてるよ。いいね、いい感じ、いい感じ。もうすぐフィーバー。あ、やばいやばいやばい、タイミング下手すぎ。あ、ペンギンさん上にいた。ペンギンさん。さよならペンギン。いいね、いいね、いいね。やべ、うんぎゃ。いいね。ほっ、ほっ、ほっ。すごい、すごい、すごい、すごい。クレヨンの山ができていた。あ、キメラさんだ。え、ちょ、ここ、むずい。あ、落ちちゃった。あ、なんかひどい、ひどい、ひどい、それ。よしよしよし、ジャンプ、ジャンプ。ほっ、怖い、上のクレヨン。さすがに何もしないで飛んで、次一回飛んでジャンプして、いいね、いいね、いいんじゃないですか。あっちゃ、これ一回もさ、ぶつからずに、このレースを終えるって相当むずいよな。あ、あ、上にキメラさんがいる。はい、無敵。怖い怖い、クレヨン。何それした。やばいって。クレヨンの剣山が、わ、なんだよ、ちょ、ジャンプジャンプ。避けろ避けろ。いいね、いいね。はい、フィーバーなんで効きませんと。エレガント。さあ、スコア獲得、ああ、ちょちょ、やばいやばい。一定のスコア、ああ、一定のスコア超えたね。あそこタイミングむずいな。ほっ、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 ああ、痛い、むずい、むずい。キメラさん。よいしょ。ああ、怖い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 。あ、ゴールだ。まあ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 、スコア超えたからいいんじゃないですか。まあ、初ペンギンコースだけど、なんとかクリアと。いいですね。お星様ゲット。温度めっちゃ、嬉しそうだね。はい、ペンギンコースクリア。いやー、ちょっとこのアーニャ可愛いんだけど。C ランクなんで？ C ランクなぜ？ぶつかりすぎたってこと？
コアはね、クリアしたんだけど。マジか、ぶつかりすぎちゃったかな。やっちまったぜ。途中めちゃめちゃ落ちたりしたしね。ミスを10回以下に抑えて、クリアで福引券ゲットだ、次。難しそう。ちょっとこの格好可愛いから、今日はこのまま寝て、翌朝を迎えましょう。はい。お出かけまであと2日。はい、おはようございます。夜さんも かぶってんの、かわいいな。お、今日は体育館だね。じゃあまずはベッキーとダミアンとヘンダーソン先生と会話をしていこう。先生、今日の補習ご苦労だったな。どうだね、フォージャー。勉強はついていけそうか。補習受けてたんだ。なんか悪い点取ったのかな。本気出せば補習余裕。補習をそもそもするなって。補習授業が続くが、わしのフォローはいらないようだな。え？しまった。一週間続くの忘れてた。やっぱりアーニャ補習嫌い。おお、そうか。なら補習授業でわからない部分があれば私が教えてやろう。今からでも。アーニャ、スパイアニメ見るから帰ります。あ、ヘンダーソン先生ももうちょっとだね。アーニャ、次男と仲良くしたい。もうなんかだいぶストレートに言うね。何言ってんだお前。そういうことだったの。ベッキー気づいてたんじゃないのか。気安くダミアン様に近づくな。あー、モテた。また指さして。もう庶民金ってもういじめだからね、それ本当に。差別。偉そうに庶民ってバッカみたい。不登校になったらどうすんだよ。あんな奴の言うこと気にしちゃダメよ。ふっふっにしよう。アーニャ全然気にしてない。大人ね。さすがアーニャちゃん、大人ね。くだらねえ。ユイ、エミル、いいからテスト勉強しようぜ。もちろんです、ダミアン様。そうですね、行きましょう。ダミアンも割と冷静だったね。はい、じゃあベッキー。体育館で居眠りってそんなことある。アーニャちゃん、起きて。体育の授業でしょ、多分。ノットエレガントだ。やばい、見つかった。いやでも睡眠も大事だよ。あ、起きた。自主的に勉学に励んでいるかと思えば、まさか居眠りとは。やべ。考え事してただけ。まあよい。なんであれ、自習するのは良いことだ。引き続き励むように。アーニャ、勉強頑張ります。よろしい、精進したまえ。父譲りの言い訳、弁明力だったね、今。このね、壁はやったはず。練習だよね。ああ、そうだよね。あ、あのなんかボール、カゴに入ったボール気になる。なんかアーニャ倒しちゃいそうじゃない、これ。これやってみよう。さあ、ナンバー13。どうでしょうか？お、まずは、フォーカスを合わせて、お、すごいすごい、振りかぶってる。なんかアニメで見たことあるような、あの投げっぷりだったね。あ、ちょっと待って、アングル探さないと。あったあったあった。あ、こっちがアングルいいんだ。完全にこうアーニャの投げるところを。おー、いいんじゃない。もうちょい遅くてもよかったかな。この感じいいんじゃない。なかなかどんな表情するのこの後。あ、喜んでる。まあ、これもいいんだけど、やっぱちょっと投げてる時のがいいよね。こんぐらいの方がいいか。あー、さっきと同じだな、ほぼ。もう、あー、これもなー。あ、まあ、でも顔見えなさすぎてちょっと。これ横側とかはどうなの？フォーカルい、あ。ちょっと、もうちょい、もう一回最後に撮るわ。
あー、これ一番いいかもしれない、タイミング的には。このアーニャの顔。顔が面白い。こっからのこの、可愛い笑顔。この時のベッキーも、あーあらら。これがなんかタイミングはいい気がするな。本当に投げる瞬間って感じで。これも可愛いんだけどね。放てキャッチボールっていうタイトルだからこれにしよう。この真ん中下の特訓ドッジボールと似てるけどな。かなり似てるね、これと。これ。よし。じゃあ、ポージャー家に帰りましょう。はい、帰還しました。おかえり。おかえりなさい。家の中でサングラスのロイドと。はい、じゃあ今日は家の中でのコーデはこういうね、まあ、若干お出かけ仕様だけど可愛いね。夜さんのドレスも可愛い。あれ、これは撮ってないの。まあいいや。今日は大掃除の日です。あら、年末だしね。年末も年明けちゃったけど。大掃除？普段やらないところをお掃除する日です。母やる気。アーニャもお掃除する。アーニャは大晦日何するんだろうね。ではどこからやりましょうか。絶対紅白は見ないよな。お、じゃあ母の部屋にする。母の部屋。わ、私の部屋は大丈夫ですよ。武器がいっぱいあるからね。バスルームからピカピカにしましょう。ピカピカにする。あー、かわいい。喜んでる。この単語はなんだろう、外国語かな。 A だとスペルミスになる。何度も教えただろう。あーにゃ、間違えるところだった。よし、そうだ、そのスペルで合ってるぞ。この調子ならもっと多く単語を覚えることもできるんじゃ。やばい、勉強のペースが上がっちゃう。プレッシャー感じる。いや、下手に欲をかくと間違いなく失敗するな。一旦ここまでの内容の振り返りをやっておこうか。冷静だな、ロイド。さてと、写真どこで撮ろうかな。写真、家族写真のところにしてみようか。はい、ナンバー12。家族写真？父、母。え？どういう？写真を見て、ボンドとロイドと、夜さんを指さして、喜んでる。いや、でもこれちょっと、これアングル、どうしよう、これなんか。このアングル嫌だな。でもこっち側行ってもアングル、ここしかないからな。引いて撮るか。これはちょっとタイミング悪い。あー、これ、これも悪い。あ、ちょ、あ、これでいいか。あの、なんか両手広げてジャンプしてるところがいいんだけど。もう一回撮ろう。あ、ロイドとヨルさんがなんか喋ってたね、今。ここだ。あー、いいね、いいタイミング。狙ってたタイミングで撮れました。あ、電話でドキーの写真いいね。これは喜んでるね。家族写真を見て喜ぶアーニャ。この写真こうやって見たらいいね、タイミング。はい、今回は図工室だね。早速ダミアンと話していこう。次男、昨夜のスパイアニメ見たか。ダミアンは見ないでしょ、アニメ。アニメなんて見るわけないだろ。じゃあ、クマさん文体、恋愛のドラマ。あ、これはベッキーだもんね。クマさん文体ってなんだ。クマさん文体見てるか。この前ペギー隊員が撃たれた。ああ、誰だよペギー隊員って。おゆか見ねえよ。次男、
ひょっとしてテレビ嫌い？そもそもテレビなんか見てる暇ねえよ。ずっと勉強してんだから。お前みたいなやつがのんきにアニメを見ている間も俺は努力して上に行くんだ。すごいな向上心が。ちょっとだけ尊敬先生。では先生あと2回かな。歴史の小テストを返却するぞ。名前を呼ばれたら取りに来るように。なんかベッキーが不安そうな表情してる。テストの結果不安だね。アーニャちゃんは自信ある？自信ないでしょアーニャ。あ、でもあれか、次男の心読めば歴史のテスト点取れるからね。もしかしたらじゃあこれで余裕。次男も超えたかも。アーニャフォージャー、あららららら、残念ながら超えておらん。13点。放課後補習だ。あららら、ら教室に残るように。アーニャの心砕けた元気出してアーニャちゃん。私も勉強手伝ってあげるわ。もうさてはいい点数だったなベッキー。ありがとうベッキー。お、あと1回かな。はい、じゃあベッキー。アーニャちゃん、実習はかどってる？全然でしょう。テスト勉強頑張らないとだもんね。一緒に勉強しない？おお、いいじゃない。歴史？理科ってなんだ？歴史の勉強しようか。歴史の勉強する。さっき点数悪かったからね。一緒に頑張りましょう。は、そうだ、もうベッキーいつもお買い物。買い物行かない？お金有り余ってんだろうな。阻止しないと怒られる。息抜きよ息抜き。何事もやりすぎは良くないし。息抜きしないと良くない。あーにゃ買い物行く。あっさり、あっさり買い物行くことにしたね、アーニャ。よし、じゃあこれ2個ある方の1個やってみようか。はい、ナンバー9。さてと、まずはフォーカスを合わせて、アーニャどこにいる？あいた。なんか、なんだ、今、変な顔して。ねえ、アングルどこ？もう毎回ないんだけど、アングル。アングルどこ？アングルない。まあまあ、この辺。本当にアングルどこなんだこれ。ちょっとまたアングルわからない。本当にない。あ、これゲームのバグじゃない？これもしかしてバグだ。アングルないバグ来た。これバグでしょこれ。ズームにしてみる。あったさっき見なかった。ここ作品鑑賞。あ、でもタイトルとこの表情はいいかもしれない。なんか顔がよく見えないからやだな。アングル外れたし。顔よく見えるように移動するとどうしてもちょっとアングルずれちゃうからね。アングルがすぐ見失うんだけど。はっ。いやでもやっぱさっきのあの変な顔しながら歩いてるところの方がいいな。これね、これ1枚目ね、これがいいかな。もう本当にアングルはすぐ見失うな。アングルむずいな。アーニャ帰還した。はい、アーニャ。お、フィオナだ。玉ねぎは安かったので。玉ねぎいつも安いな。おかえり。フィオナ来るときいつも玉ねぎ安い。はい、今日はペンギンの帽子で。フィオナに話しかけよう。アーニャ、勉強の時間だぞ。ペンギンさんも悲しそうだ。この時間から勉強の約束だったろ。任務のために娘を教育するその姿素敵、好き。ゲップってなる。その姿をずっと見ていたい。そして本当の妻として一緒に生活を。いや、もうずっと無表情でこんなこと考えてるっていうのもすごいな。ヨルフォージャ、あの女から妻の座を奪わなくては。私が妻になり先輩を超絶サポートする。任務成功のため、やばい、娘の教育は徹底管理して。管理される。アーニャ、このお姉
なんで二人は無言で見つめ合ってるんだ。いや、めっちゃちょっとしか、すごいちょっとしか溜まってないね。はい、じゃあロイド。雲と蝶の違い、父の勉強の説明が難しい。ちょっと待って、雲と蝶の違いって、雲と蝶々が一緒に見えてるの？正直こいつが何を難しいと思うのか理解。確かに、なるべく簡単に説明してみるか。確かにね。じゃあ蝶の生態からだ。まずイモムシは、難しい難しい、サナギを経て蝶の成虫になるな。つまり変身変装変形、まあ変装にするか。つまり変装、潜入する時のボンドマンみたい。こいつダメだ。別にイモムシが化けてるわけじゃないんだが。イモムシがボンドマンみたいにワクワク。勘違いしている気もするが、これをきっかけに少しでも興味を持つならいいか。はい、ロイドと夜が結構溜まってきたね。第あの2回目のスチルまで。あら、いけない。どうした？母どうした？服のお直しを頼むのをすっかり忘れていました。あの2人が出会った服屋さんかな。そうです、いつもお世話になっているところです。あのお店の服かわいい。はい、アーニャさんも仕立て屋さん行きますか？あれだね、サイズ測ってもらったらいいんじゃない？今度行ったら1センチぐらい伸びてんじゃないか？はい、ナンバー7。まずはフォーカスを合わせて、あ、覗いてる、かわいい、かわいい、見つかって、チョッパーみたい。隠れてるつもりかよみたいな。かわいい。めっちゃかわいいんだけど。バレてない、バレてない。もう、チョッパーみたいだね。カフェ見つかった。あははは、犯人して出てきた。びっくりしてるところも撮りたいね。あとそこ、あー、ちょっとタイミング遅れたね。まあでもちょっと最初のやつが可愛すぎるから、もうあれでいこう。しかもこれペンギンの帽子かぶってるからさ、なおさら隠れれないよねこれ。これ可愛い、ペンギンさんも見ている。バレてない、バレてない、喜んでるね、バレてないって思ってるから。よし、じゃあ夜に行こう。私が秘密組織 P2 のボス、ヒメラ長官だ。本日の指令は、悪者に捕まらないようお菓子を回収することだ。うい、エージェントアーニャ君も心してかかれ。おきどき。よし、E2 の任務やっていくよ。いやー、この服装のアーニャも可愛いよな。はい、じゃあピーナッツ回収していこう。右下にすぐいるね、敵が。これ下から回っていけるかな。いや、早いよね、相手の、あ、敵の方が。ちょっと左行って、あー、すぐまた敵いる。逃げよう。あ、ちょ、間違えた。危ない危ない。よし、マカロン食べて、ぶっ潰してやるぜ。おりゃー。はい、じゃ今のうちに。あれ、ペンギンさんどこだろう。よし、近寄ってきたやつをまとめて倒したいけど、あ、二手に分かれたな。こりゃ潰してやる。アーニャ、ピーナッツが好きだって。あ、ヒメラさんだ、いいね。このポーズかわいいな。やばいやばい。シャー。はい、潰すよ。よし、ペンギンさんゲット。この、あ、このポーズかわいいよね。ちょっとサングラスかけないでほしいな。
はい、これで返り討ちにしちゃうよ。こりゃこっちのピーナッツ、やばいな、これ下に敵いたよね。やばい、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 しまった。やばい、ライフ 2残さないと首危険もらえないから、もうこれ以上ミスれないね。どうしよう、逃げろ、危ねえ、危ねえ。よし、これあと取り切って勝ちじゃない。あ、待って、でもあと1個。あ、やっと、危ない、相手がバカで助かった。危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、じゃあステージ2いくよ。いやー、これ1個もあの敵にぶつかれないっていうのは結構大変かもしれないな。まずちょっとキメラさんさっさと取りたいけど、やばい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 。マカロンくれ、マカロン、マカロン。やったー、キメラ長官。3人に追われてるよ、もう逃走中だよこれ。潰して、潰して、今のうちにこの辺は回収しよう。あー、ペンギンさんだ。アーニャ最強、アーニャ最強。さあ、これ右側のピーナッツは回収しといた方が良さそう。上はいいかい。さあ、敵どこにいる？こっちだね。これって別になんか追いかけて潰さなくてもいいかな。これあれだな、相手治るかな。ちょ、マカロンどこだべ。時間もあるからな、これ。もう3人追ってきてるんだけど、3人来てるんだけど、やばい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 。ああ、もう副尾危険が、副尾危険がゲットできず。マカロン右上にあったね。で、こうしてライフなくなっちゃうから、よし、ここで大きくなっておいて、あとどこだ、こっちか。よし、これもうこのまま回収しよう。これで終わりかな。 OK。 いやー、ライフ2個減っちゃった。難しいね、このなんか、なんかバランス感覚が。はい、大成功。終了で。あの、ピーナッツを取るのか、マカロンを取るのか、ペンギンさんとか、キメラ長官を取るのかっていう、ちょっとバランスが難しいね、このゲーム。はい、じゃあ終了で。あー、残念、泣いてる。はい、じゃあ次ね。次の日は、水族館ですけども、今回の動画はここまでにします。じゃあまた次の動画も見てください。バイバーイ。